それでは、東北大学薬学部の進学説明会をいたします。私は薬学部教務委員長をしております、土井隆之と申します。よろしくお願いいたします。東北大学薬学部の教育目的です。次世代を担う優れた研究者の育成を目指し、最新かつ実践的な教育を行うということを掲げております。私ども2つの学科からなっておりまして、1つは創薬化学科です。こちらは4年生のコースとなっています。もう1つは薬学科です。こちらは6年生のコースとなっております。私どもの特徴は、入試で薬学部に入っていただき、3年の後期にこの学科配属を行うというところです。創薬化学科につきましては、創薬など健康の維持と増進に関わる研究の発展に貢献できる優れた研究者の育成を目的としています。毎年90%以上の学生さんが大学院に進学し、研究者を目指しています。薬学科の方ですが、創薬化学科の教育内容に加えて、医療薬学、薬物治療に関わる実践的専門知識を習得して、高度専門薬剤師、または薬学研究者として貢献する人材を育成する、これを目指しております。東北大学薬学部のアドミッションポリシーについてご説明いたします。薬学とは、物質と生命の関わりを調べて新しい薬を作り出し、その医療への適用により健康の維持、増進や病気の治療を通じて人類社会の発展に貢献しようとする学問です。薬学部では、有機化学と物理化学を基礎とする物質化学、これが一つの分野になります。そして生物化学と分子生物学を基礎とする生命化学、これは二つ目です。そして疾病の解析や薬物治療などからなる医療化学、これは三つ目になります。これら三つを総合した教育と研究を行います。この幅広い分野の教育を行うというのが、薬学部の教育の一つの大きな特徴となると思います。大学院での教育研究と合わせて、国際的な視野に立ち、創薬化学の発展に寄与し得る人材と、薬に関する高度な知識と倫理観を有し、適正な薬品治療の実践と発展にリーダーシップを発揮し得る人材を育成することを目的としています。知的探求心にあふれ、新しい薬の創生に関する研究開発に強い興味を持つ人、あるいは薬の安全で最適な治療に強い意欲を持つ人、薬を通じて人類の健康増進に貢献したいという強い使命感に燃える人を求めています。東北大学薬学部のカリキュラムポリシーです。薬学部では以下の4つの学習目標を挙げ、これらの目標を達成できるようにカリキュラムを編成しています。1番目は教養の寛容です。専門の基礎となる数学、物理学、化学、生物学などの自然科学分野の学問を幅広く学ぶとともに、豊かな人間性と優れたリーダーシップを身につけるため、多様な人文科学、社会科学などを学んでいただきます。2番目は専門の修養です。生体の仕組みと疾患の原因を理解し、疾患に関する有効かつ安全な医薬品の創生、および薬物治療に関する基礎的な学問を学び、創薬科学の発展に寄与し得る人材、および薬の専門家として、医療の中で貢献できる人材となれる素養を身につけていただきます。3番目は、国際感覚の鍛錬です。薬を伴う情勢が国際化する中で、高い英語の理解力のみならず、国際的に発信し、コミュニケーションを図るための総合的な英語力と国際感覚を身につけていただきます。4番目は、真理の探求です。化学物質と生命の関わりの中において、真理を探求し、新しい薬の開発を目指す創薬の研究者、技術者としての使命を自覚し、あるいは薬の適正使用を図る医療従事者としての使命感を備えていただきます。
東北大学薬学部のディプロマポリシーです。今述べました教育理念に基づく4つの目標、これにおいて十分な成果を上げること、そして4年間あるいは6年間で所定の単位を習得し卒業論文の審査に合格した者には卒業が認定され、学士、創薬科学あるいは薬学の学位が授与されます。東北大学薬学部のカリキュラムについてご説明します。先に述べましたように2つの学科からなっております。1つは創薬科学科、4年間のコースです。薬学科、6年間のコースです。入学時にこの区別はありません。皆さん3年の前期までは同じ教育を受けていただきます。3年の前期が終わったところで希望と成績によりまして学科所属いたします。創薬科学科に所属した学生さんはさらに授業を受けながら4年時には課題研究を行い4年で学部卒業となります。 90% 以上の学生さんは大学院に進学し、大学院は前期2年の課程、いわゆる修士課程、後期3年の課程、いわゆる博士課程、これを経て研究者の道を歩んでいただいています。薬学科6年コースにつきましては、3年の後期に学科所属しますと、発展教育科目を受けていただき、そして実務教育科目、この中には CBT、OSCE といった教養試験等もこなしていただき、6年時には課題研究を経て学部卒業となります。ここで薬剤師国家試験を受ける資格が与えられます。大学院は4年のコースで、薬学履修課程、4年間の博士課程コースがあります。ここで学士、そして4年を経て、ここで博士の学位が与えられます。これは薬学部、薬学研究科の研究組織となっております。大きく3つの専攻があり、分子薬科学専攻、生命薬科学専攻、医療薬学専攻となっております。それぞれにここに示すような分野、いわゆる研究室に分かれておりまして、これらの詳細についてはぜひパンフレットをご覧いただきたいと思います。薬学部の4年生と6年生の違いについてお話しいたします。平成17年度入学までは薬学部4年生で、国家試験、薬剤師国家試験の受験資格も4年生の卒業生に与えられていました。しかし平成18年度の入学者からは4年生と6年生のコースになり、薬剤師国家試験の受験資格が与えられるのは6年生の学科を卒業した学生さんのみとなっておりますのでご注意ください。ここからは薬学についてお話ししたいと思います。健康科学の一翼を担う薬学です。人類の繁栄の歴史は病気との戦いの歴史です。ここに示した図は日本薬学会からの資料をもとにお話しさせていただきます。ヒポクラテスは BC 400年、病気の原因を追求するということを始めています。しかし実際に薬というような観点から見ますと、1796年、ごく最近になりまして、ジェンナーらによって使徒法を完成させた。ここに短所があるように思われます。すでに日本でも牛頭法を用いてこの首頭法と同じことが行われておりましたので、日本も世界に先駆けてこの薬の開発というものを行ってきたというふうに考えてよいと思います。花岡清舟は1803年全身麻酔で乳がんの手術に成功しています。この頃アヘンからモルヒネの単理という、薬の成分というものを純粋にして利用するというようなことが、そういう概念が開始されました。同様にマラリアの有効成分であるキニーネというものも単理される頃になりました。また1880年にはワクチン接種による伝染病予防というものが一般化されるようになります。この頃日本でも日本薬学会が発足いたしまして、そこで活躍された永井長義先生は生薬から有効成分のエフェドリンの単理に成功しています。
これは今でも使われている、気管支を拡張させる作用がありまして、今でも使われているもので、日本における生薬成分、有効成分研究の始まりとされています。また、この頃、コッホらによって、結核菌及びコレラ菌というものが発見され、病気の原因というものが分かるようになりました。原因が分かって初めてそれらに対応できる薬の開発というものも進んでくるといった歴史があります。1900年になりまして、アドレナリンの抽出に成功ということで、体内で働く初のホルモンの発見というものがなされています。その後、梅毒病原菌の化学療法剤、サルバル酸の開発、ビタミン B1 の発見、ペニシリンの発見、これによって抗生物質というものが使われるようになりました。化学療法剤、サルファ剤の開発、それから結核菌の特効薬であるストレプトマイシンというものが現れ、不治の病と言われていた結核というものも治療できるような時代になりました。インターフェロンの発見、あるいは分子レベルでの創薬研究というものも開始され、1980年になりますと遺伝子組み換えによるインスリン、これが販売許可がおり、初のバイオ医薬品というものが利用されるようになりました。遺伝子組み換えのインターフェロンも使われ、遺伝子治療も開始されました。2000年にはゲノム創薬が始まり、現在では抗体薬といったところに進んでいるところであります。医薬品と薬学出身者の役割について少しお話しして、薬学とは何かというところを理解していただけたらと思います。薬については、創薬という薬を作っていく、開発していくというところ、そして育薬といいまして、すでに薬になったものを患者さんに届けて薬を育てていくという、この2面があります。まず最初に、創薬、医薬品の開発研究についてざっとお話ししていきたいと思います。医薬品が開発されるまでのプロセスを示していますが、薬の元になる新規物質の発見、そして生体疾病メカニズムの研究、これらが総合に行われまして、スクリーニングというものが行われ、新しい薬の候補化合物というのが選定されてまいります。それについて、非臨床試験、臨床試験が行われ、効果が認められれば、承認申請して、審査を経て、新しい薬ができるという道のりがあります。ここにおきまして、薬学出身者としては、薬物に対する専門知識と探究心というものを生かしまして、先に述べました、新規物質の発見と創生というような研究に携わる。あるいは、生体、疾病メカニズムの研究に携わる。こういうことができる研究者の育成というものを薬学部で行っております。また、薬品の生産、品質管理に幅広い専門性を生かしていただきます。安全で高品質な原薬の製造ということが求められています。また、使用しやすい薬品の製剤化というものも求められています。カプセルにしたらいいのか、錠剤にしたらいいのか、あるいは注剤にしたらいいのか、そういうところを選定する必要があります。そして、品質管理というものも非常に重要な役割となっています。こういう仕事に携わるというようなことも薬学出身者の非常に重要な役割になります。それから薬の臨床研究で薬学専門家として協力するといったことがあります。ここでは臨床試験の打ち合わせをしているような図だと思ってください。病院側、そしてメーカー側が打ち合わせをする。その際に病院側として薬剤師さんとして参加する。あるいはメーカー側に開発の一員として参加するといったことが考えられます。ここで医師、看護師などと計画を立案する。そして薬の有効性と安全性を検証する。こういった重要な役割を担っています。それから育薬の
分野になりますけれども、医薬品を安全、効果的に使用すると、重要な役割があります。適切な調剤と情報を患者さんに提供する。患者さんへね、服薬を指導する。患者さんの薬歴を管理するといったことが非常に重要な役割になります。例えば病院で入院している患者さんに薬のことについて説明をする。そして何か副作用みたいなものが起こっていないかどうかを聞き取り、それらを医師に伝えて服薬の指導をしていくということです。あるいは薬局等で、今かかりつけ薬局というふうに呼ばれていますけれども、患者さんの薬歴というものを管理し、今まで飲んでいる薬に対して今度新しく飲む薬の飲み合わせが悪くないかとか、疑問点があればすぐ医師に相談するといった役割を担っています。このように生命科学の研究と薬の先進的研究を目指す、そういう総合性を身につけていただいて、薬の各分野で活躍する人材を育成してまいります。そして日本から多くの画期的な医薬品が出て世界の医療に貢献できる、そういった人材育成をするというのが薬学部の重要な役割となっています。東北大学の薬学部の卒業生の主な就職先を示しております。薬学部6年生、いわゆる薬学科の卒業生、こちらは博士課程前期2年ですので、4年生を卒業した後に大学院に進学し、修士を取得して、卒業、修了した学生さんの就職先。こちらはさらに博士課程、後期3年の課程を修了した学生さんの就職先。こちらは薬学科を卒業し、その後薬学履修課程4年の博士課程のコースに進学された学生さんの就職先となっています。これは平成29年度で、こちらは平成30年度になっています。こちらは令和元年度になっています。製薬会社あるいは大学病院等に所属されている方が多くございます。東北大学薬学部が求める人材です。何度も申し上げておりますけれども、知的好奇心にあふれ、新しい薬の創生に関する研究開発に強い興味を抱き、創薬科学の研究者技術者を目指す人、あるいは薬に関して高度の知識を持ち、その適正使用を図る薬剤師として社会に貢献したいという強い使命感に燃える人を私どもは求めております。そして民間企業や公的機関において研究開発、教育、医療などの幅広い分野でリーダーとして活躍する人材を育成してまいります。グローバル人材として世界に発信できるような力を持った人、高いコミュニケーション能力を身につけていただくというふうに思っております。ちょっと古いですけれども、世界の医薬品の市場111兆円のうち日本の占める割合は 8.3% となっております。これを高校生の学生さんとかに見ていただきますと、日本もなかなか やるねっていうふうに評価している学生さん結構多いんですけれども、アメリカに比べて4分の1ということなので、まだまだもっともっと活躍できるかなというふうに思っているところです。日本で開発された薬が世界に届けられて、世界の医療に貢献しています。こういうグローバルなことができる、非常に重要な役割を担っています。世界に貢献する日本の医薬品としまして、日本で開発された医薬品を少し挙げてあります。クレストールというのは高脂血症の治療薬となっていまして、非常に大きく貢献しているものです。例えばエーザイのアリセプトというのはアルツハイマーの治療薬として使われておりますが、未だアルツハイマーの根本治療薬というものは
開発されておらず、その開発というのが望まれているところです。アクテムラについては、最近新型コロナウイルス感染症の拡大防止ということでも注目されているものがあります。プログラフというのは免疫抑制剤で、これも非常に重要な役割を担ってまいりました。この医薬品開発、そして患者さんに薬を届けるという非常に重要な役割で、ぜひ興味ある方は東北大薬学部を目指していただければと思います。私からの説明は以上になります。ご清聴ありがとうございました。